にちは。さあ豊さん、はい、今シーズンの、まあ、成績1位か6位の中で、うん、まあ、中日を上に上げた、はい、予想しましたけれども、はい、その中日がですね、今年のキャンプ左の今中慎二さんを臨時コーチとして呼ぶことを発表しました、はい、なるほど。豊さん、どういった印象ですか？いいピッチャーだったぞ、まあ、そうなんですね。ここだけで投げてる感じだよね。へ、ここが早かったよ。そっからピュンと行くっていう、もう本当にカーブも良かったし、まっすぐも良かったしな。89年に中日に入団して、まあ、2001年まで中日にいらっしゃったんですけれども、93年には最多勝、最多奪三振、そして沢村賞も取ってるという、はいはいはい、まあ、左のエースだよね。本当に代表される中日の、まあ、いいピッチャーだったな。このピッチャーを、まあ、中日は今年キャンプの臨時コーチで呼んだというのはやっぱりもうね、中日はね、名物で杉下さん、まあ、昨年亡くなられたんだけども、はい、毎年のように臨時コーチとして来られてたんだよね、はい、もうなんか中日に行ったら、うん、その杉下さんに会いに行くような、あ、まあ、いつも声かけてくれてさ、はい、あ、いたか、やっと来たかみたいな、うん、そんな感じの人が亡くなってね、まあ、今年どうするのかなと思ったら、はい、もう若手に切り替えて、はい、まあ、今中というね、はい、やっぱりね、小笠原とか、はい、ピッチャーの、まあ、大野の怪我明けだとか、はい、同じ左でちょっと苦しんでるというかね、うん、小笠原もいい投球はするんだけど、なかなか勝ちに結びつかない、うん、まあ、打ってくれないっていうことも確かにあるかもわからないけども、はい、どちらかる時もあるという、はい、まあ、そういうことも含めて、もうなんかこうエースにしたいっていうような、うん、そんな思いで今中呼んでるのかなっていうような感じがするよね。あの、今中さん、非常に中日のことを外から見て、まあ、愛情を持って厳しくやっぱりそのあたり指摘というかしてますけれども、今話に出た大野雄大投手、はいはい、左肘去年4月に手術しましたけれども、はいはい、まあ、記者の方がやっぱり今シーズンの先発ローテには柳投手、高橋宏斗投手、小笠原投手に加えて、その大野投手も戻ると思いますが、どう見てますかっていうふうに振ったときに、大野投手を先発ローテに入れるのは疑問にやっぱり思っていると、まあ、今のところはね、はいはい、見てからの判断になるんじゃないの。あ、まあ、確かに怪我明けっていうのは怖いけどもね、はい、うん、まあ、昨年投げてないわけだから、ね、はい、状態がどのぐらいの程度でキャンプに入ってくるのか、うん、まあ、それをまず見ながらだろう ね、 ですよね。それ、ただその単純に考えて、うん、怪我明けで昨年投げてないっていうふうになれば、うん、やっぱ最初は様子見で先発ローテに入れるよりは中で少し投げさせてみたいな、はい、まあ、そういうところもあるのかなっていうふうには思うよね、うん、やっぱりその怪我明けなので、開幕からローテに入るのは慎重になるんじゃないかっていうのはやっぱり話しています。梅津投手のその復調というか、そういうことにも触れていて、まあ、昨年3月にトミー・ジョン受けたと、はい、で8月31日のヤクルト戦で復帰したんだけれども、ここはもうローテーションに入れてもいいんじゃないかと。いや、梅津は勝てるピッチャーだよ。うん、しっかりした投球もできるしね、はい、だからちょっと打ってくれれば、うん、多分2桁勝てるぐらいの、はい、それだけの能力があるピッチャーだよね。そうですよね、うん、ただしやっぱり怪我明けということもあるので、うん、やっぱ中6日以上明けて球数見ながら回していくのがいいんじゃないかと、うん、同じ投手の目線から、まあ、よく見てるよね。見てますよね。ピッチャーのことは本当に勉強してるというかさ、うん、メジャーリーグの解説もやったりとかしてるけどもね、うん、はい、話聞いてたりだとか、うん、するとやっぱ勉強してるなっていうような感じがするもん、ピッチャーのことでね、うん、あとは助っ人 の、 そのメヒア投手から柳投手、はい、高橋宏斗投手、小笠原投手あたりがローテーションをしっかり回してくれればいいかなと、うん、あとは大卒のドライチのルーキー草加投手がうまくいけばローテ入れるんじゃないか、まあ、そうだね、うんうん、決してね、はい、こう明るく喋ったりだとか、うん、いろいろするタイプではないけども、はい、やっぱ一言一言が重いタイプだよね。ああ、だから余計なこと言わないというか、どちらかというとポイントをついてここっていうふうに言うタイプだから、うん、はい、コーチとしてはいいコーチになる可能性があるね、うん、そうですね、うん、的確にやっぱ分析してると思うよ。そうですね、うん、あと例えばベテランの涌井投手に対してはベテランだから枠を一つ上げるということはせずに、やっぱりそこは全員競争だよねと。まあそうだね、うん、ただ涌井は入ってこれるな、まあ、まあそうでしょうね、まあ、涌井は確固たるものがあるよやっぱり。そうですね、投げてると。そうですよ、ね、あ
とは投手全体のことに関してはやっぱフォアボールが昨シーズン多かったと、はいはい、まあ、記者がやっぱチーム防御率 3.08 でリーグに奮闘してましたよねというふうに話を振ったところ、はい、防御率がいいと言いますが与えたフォアボールの数は実はリーグワースト445なんですと、明らかに無駄なフォアボールが多くてエラーなども絡んでそれが失点に結びついているとっていうことも、まあ、的確に指摘されている。まあ、やっぱりね、最少失点に抑えようとするから、やっぱね、それはなぜかというと、やっぱ昨年見る限りであまり打ってくれなかったよね、はい、うん、点が取れないということを考えると、やっぱ1点もやれないということになるとね、うん、やっぱコースを突きたくなるよね。ああ、それ言ってますね、あ、いや、だからもう、これはね、やっぱそのチームの兼ね合いで、仕方ないと思うよね。いやもう絶対打ってくれるって、ここで1点失ってもここでビビってねフォアボール出して大量点失うんだったら、いやここで思い切っていって一か八かで抑えてやるみたいな、うん、そういう投球がなかなか難しいよね、うん、ですよね。だから今の中日にはストライクゾーンでどんどん勝負していけるピッチャーも多いと思うんです。それなりにコースを狙いすぎるピッチャーも多いと。逆に昨年見てて柳が立ち上がりものすごい悪いんだよ、はい、悪いのは分かるんだよ、うん、まあ、立ち上がりって難しいっていうこともあるし、はい、でも点をやっぱりやれないっていう、先にやれないっていう気持ちが立ち上がりを悪くしてるっていうような感じがするシーンっていうのがたくさん見受けられたんだよね、はい、だ今年はね、俺は打ってくれると思うよ、ある程度、まあ、補強もしましたし、そうそうそう、うん、だから今年はそれを信じて大胆に行くとおそらくボールは、あのフォアボールは減ると思う。そういうことに関して、まあ、臨時コーチで今中さんが行くということはピッチャーにどうそのあたりどういうふうに教えるんですかね。いやピッチャーは基本的にやっぱフォアボールは出したくないピッチャーの、あの性質なんだよね、うん、でも出ちゃうんだよ。それはやっぱチーム事情だとか後ろにチーム背景がいるかあるから、はい、だからそれによってやっぱちょっと考えることがあると思うんだよ、うん、でもそれは今年打ってくれるということを信じれば、うん、半分悩みは減るな。そうです、ね、ストレスは、うんうん、だからその半分減ったことで半分減ると思うよ、うん、あぐらいフォアボールもってことですよね、うん、だからそのぐらいの比率だと思うけどもね、うんうん、だからそういうことを教えるとか教えないじゃなくて、うん、どういうふうな考え方、どういうふうな、だから技術的、技術者だよねある程度、うん、だから技術を教えていくと思う。あ、そういうことですね、うん、あとはやっぱり自分たちでどう考えてるのかっていうのが話しながらコミュニケーションを取りながら、うん、いやそういう時はこういうふうに考えた方がいいんじゃないのっていうふうな、ん、まあそのより楽にマウンドに入れるような考え方を伝授していくと思うけどね、うん、あ、そういうことなんですね、うん、あとあの根尾投手に関しては、あ、その、まあ、昨シーズン9月あたりに1軍から上がってきたと、うん、それは状態がいいからまずは上がってきたのではないということを確認しなきゃいけないし、まあ、根尾投手いきなり先発に入れるかというとそういうわけではないので、最初はショートだったりとか、まあ、後ろの方でこう投げさせてからっていう風なのがいいと思うっていうことも今中さんはおっしゃっていて、うん、まあ、タイプ的にあるよな、うん、果たしてその根尾がタイプ的に中でできるのか、うん、まあ、優秀なピッチャーだったらどこ投げさせてもいいんだけどもさ、はい、野手もやったりピッチャーに戻されてピッチャーやったりとかする、うん、こうまだピッチャーとしての慣れがないよね、プロに入って、はい、だからまあどこが適正なのかっていうのはやっぱ今永が見てアドバイスしていくのかなっていうような感じはするけどもね、うん、先発型では育てたいよね、チームとしては。そうでしょうね、だと思うよ、うんうん、で打席にも立たせたいっていうふうに思うと思うんだけど、うん、まあ、だけどその今中がね行った時にどういうふうな判断をし、どういうアドバイスを立浪監督にするのか、これは中継ぎですよとか、うん、いやこれは先発型ですねとか、うん、ことをこう話していくのかね、これはまあ楽しみだけどね。そうですね、うん、ただ実際に何かアドバイスとか指導するってなると、やっぱり左が多くなってくるんですか、どっちかって。そこはあまり関係ないんですかね。感性っていうのがあって、うん、やっぱ右バッターに左バッターが教えてもらうっていうのは、なんか感性が合わない時あるんだよ、うん、だからまあそれも一緒かなと思うよね。左ピッチャーは感性合うけど、言ってることがものすごくわかるけど、右ピッチャーに言われた時にね、そうなのかなみたいなことがあるかもわからないよね。まあどっちでも一緒じゃないかって言うけど、左で投げるのと右で投げるのとまた違うからな、やっぱ。そうですよね、
やっぱこうホームに打者が立ってる左ピッチャーから見る景色と右ピッチャーが見る景色では全然違うからね。だからそこら辺の感性は違うとは思うけども、はい、基本的にボールを投げるという意味では一緒だから、だからまあそこら辺はこう伝えていくのかなっていうような感じがする。あ、まあ、今ねあの中日のピッチングコーチっていうと大塚コーチと、はいはい、あと山井コーチ、はいはい、まあ、いますけれども、まあ、2軍は落合、はい、と浅尾、 あなたの好き、ね、大好きな浅尾コーチが、まあ、右がいるからね、まあ、だからまあ左という、ね、うん、コーチがいないんで、うん、はい、まあ、いい刺激になると思うよ。そうですよね。で今シーズンから片岡さんが1軍に、我が片岡さん1軍なので、ピッチャーとバッターでまた違いますけれども、だから中日ってやっぱあの優秀な、ね、うん、OB もいっぱいいるから、うんうん、はい、そうやって今中みたいに臨時コーチで呼ぶとかね、はい、で兄貴分みたいな感じで呼んでくるとか、うん、まあ、そういうのはすごく大切なことなのかなっていうふうに思うよね。そうですね、まあ、補強もしたし、やっぱり今シーズン巻き返し、うん、上位を狙っていくという本気度が、ね、見える体制に整ったので、 DeNA の方がお呼びがないから、ね、臨時コーチのそろそろ 今なってるかもしれないですよ、ね、なってるかな、どうですか。全然なってない ね、 本当にね、あの DeNA の関係者の方ね、ずっと待ってもしよろしければ、いや YouTube を怖がってるかもね、あーそっちバンさせてくれみたいなね。 でもねバウアー当社 YouTubeOK、OK、だから、そうだな、豊さんだって YouTubeOK、OK、にしてもいいですけどね、まあ、まあそれは置いといて、まあだけどね、はい、まあ、今中なんかすごく勉強してるっていうことが言葉から伝わってくるしね、はい、よく見てるっていうことも伝わってくるから、うん、素晴らしいこう指導をしてくれるんじゃないかなって期待してます、はい、はい。